例えばお子さんに叱る時とか、とかもねあると思うんですよ。で頭にね血が上っちゃったらもう自分が何て言っていいか分かんなくなったりする時ってあるじゃないですか。その時にわーって言ってると思うんですよ、うん、でもそれがね結構相手に伝わったりもすると思うんですよね。なぜかっていうと、もう絶対にやめなさい、それはあなたが大人になった時に絶対後悔してしまうからっていう、このエネルギーで伝えるから、このマインドで伝えるから相手に伝わるですよね。どれだけ話が下手くそでも、どれだけ表現方法が下手くそでも。だから皆さんに一つね覚えてもらいたいのは、うまく喋ろうとするの禁止です。うまく喋ろうとするの禁止。だからなんですね、高校生のお姉ちゃんの方が息子に響くっていうのは。へー、あ、そうなんですか。教えてあげたいっていうか、分かってほしいみたいな気持ちが強いので、こっちはよくわかんない説明を使って、その、うん、おーおーって一人納得してる。そうそう、それに気づいたのが素晴らしいですね、うん、そう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 。だからね、うまく喋ろうとするの禁止です。だから僕だってそうなんですよ。僕、なんだろうな、YouTube とかでも発信をしていたり、人前でね、セミナーでこう話をするときって、今までどうだったかっていうと、YouTube を始めて今3年ちょいか、もう4年ぐらいになるんですけど、最初の頃って自分の、とか、あーとか、んーとかっていう、このね、間がすごい嫌だったんですよ。うん、あー、自分下手だな、下手くそだなって、うん、思ってたんですけど、そんなの関係ないと、うん、自分が、例えば僕の発信で言うと、発達障害の発信が主に今まではあったんですけど、そういう発達障害で困ってる人たち、を、なんとかねこう自分の持っている経験とか知識とかで助けようっていう、この気持ちでやったからこそすごくね、伝わっていったと思うんですよね、うん、なのでとかあーとかんーとかってめっちゃ言ってるんですよ僕は。僕の YouTube とか見てもらったり、僕の講座、まあね、今もそうですけど、セミナー受けてもらったり、で、今までは僕は、ああ、もう本当下手くそだなと思ってたんですけど、周りの人からの声は、そんなの気にしなかったよとか、ズッチー、すごい話し方上手じゃんっていう風に言われた時に、あ、こんなの関係ないんだと、うん、で、マインドが一番重要なんだなっていう風に、僕も思ったんですよね。だからうまく話せなくて大丈夫です、うん、っていうかうまく話そうっていうこのエネルギーで話しちゃうとなんかね変な方向に行っちゃうんですよね、うん、他人軸自分軸幸せ軸の話じゃないんですけど自分軸の、ね、エネルギーが乗っちゃうんで変になっちゃうっていうことがあります、うん、っていうことでこのですね皆さんはこのね図をねぜひ覚えていってください。だから僕が今日お伝えした、最初にお伝えしたね、2つ、今日はどんなことを学びますっていうこの2つですね、まずは話す時の原理原則、もう1つは、子供に話す時のポイント、この1つ目話す時の原理原則は、ちょっと書いていきますね。マインドが先、コンテンツデリバリーは後です、だから話の内容もしくは表現方法は後ですね。そうです。これが原理原則です。OK ですかね。はい、ありがとうございます。じゃあ今聞いたね、マインドが先、コンテンツデリバリーは後っていう原理原則を、皆さん、覚えて頭のね片隅に入れておきながらスピーチをねちょっと見てください。YouTube を最後まで見てくださってありがとうございます。河津先生です。ご質問やご感想がある方は公式 LINE よりよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお会いしましょう。またね。